四国学院大学は、香川県全通寺市文教庁三丁目に本部を置く、日本の私立大学である。1962年に設置された、ノトスカン、プロテスタント、福音主義キリスト教信仰に立つ、リベラルアーツカレッジとして、米国南長老教会が設立し、併設校に四国学院短期大学があった。1992年までは、 教員全員が信仰告白したクリスチャンであることを定めた日本で唯一のクリスチャン条項を守っていた。日曜日には教会への出席、参加を妨げないように大学としての公の業務を避けている。聖戦礼拝堂現在でも毎日学内のチャペルにて各教員や牧師がキリスト教の説教を行う。障害を持つ学生を積極的に受け入れており、 ノートテイクサービスによる講義受講支援、学内での生活を支援するアテンダントサービス等を行っている。2010年度より、シラバスに全国でも珍しいメジャー制度を導入した。大学院社会福祉学専攻は、また4年生大学昇格時に設置された文学部、キリスト教学科、社会福祉専攻コースは、当時四国における、 唯一の社会福祉専攻コースだった。大学設立から1992年までの短科大学時代は英語表記に四国クリスチャンカレッジを用いていた。1992年に社会学部が設立され四国学院ユニバーシティに変更された。四国学院では1991年に 四国学院見学検証を定めており、キリスト教への信仰に立脚した人格の尊厳や自由に基づいた研究や教育の実現を謳っている。2010年に学院創立60周年を機に、学院ユニバーシティモットーと見学検証の改定を行った。被差別少数者枠編集童話地区出身者のほか、沖縄県出身者、在日韓国、朝鮮人、 アイヌ、アマミ君等出身者の特別推薦枠を設けている。理由として、根深い社会的差別の中で、大学教育を受ける権利を制限されてきた、人々への格差是正処置の一つと説明している。枠を設ける際に相談を受けたというもと、沖縄キリスト教短大学長の平治は、出願資格に内南地を加えても、加えなくても反論はある。四国学院短期大学も、 参照学部、編集大学院、編集付属機関、編集教員出身者映画四国学院大学には、女子専用の資本寮と男子専用の高山寮がある。国内留学協定校、海外留学協定校、フィンランド、韓国、フィリピン、アメリカが衆国。ありがとうございます。